この辺完全東方やな。あ、ストーリー、ストーリーでいいっすよね、これ。ストーリーでいい？異変解決。あ、今日も夜はことなしと、こともなしと、ここは白霊神社。今日も霊夢は裏手でお茶をすすりつつ、だらだらと平和を読めねえよ。漢字が早速読めない。なんて読むの？定寿？教授？定寿、教授どっち？あ、教授？なんていうか最近は何もなさすぎて暇ね。こう体が鈍っちゃうから、そろそろ妖怪退治の依頼でも来ないのかしら。なるほど、大変なことを考えていたらいつの間にか表の方が声が聞こえてくる。今日もまた貴重な信者がやってきて、ただでさえ最近少ないお賽銭箱に潤いを与えてくれるんだろう。いや、本当に、ここの神社参拝客いないな。俺たち以外は見たことないな。あの巫女さんどうやって食ってるんだ。謎な退治した妖怪をむさぼり食ってそう。だよな、クワバラクワバラ。人間にまで手を出さないように今日もお賽銭でも投げていきますかね。なんと話に聞いてると言いたい放題である。何をする、私は妖怪なんて食べないわよ。とは思うものの、今にもお賽銭箱を潤いごと思えば、なんだろうと、消滅なことだ。な、知ってるか、うん、ここの巫女さんが実は妖怪たちと手を組んで裏で暗躍してるって噂。なんだそれ、本当が、あ、さまつ。あくまで噂だが、この間、隣の、タオサクが、巫女さんと甲魔教の吸血鬼が一緒に人間を襲ってたのを見た。なんてことは、そんな神社に参拝する必要ないじゃないか。私のお賽銭が遠のいていく。一体何が起こったんだろう。身の覚えのない噂によってせっかくのお賽銭を逃してしまうなんて。いわく私が人間を襲ったらしい。いわく、甲魔教の吸血鬼、かっこ、きっとレミディアのことだとつるんでるらしい。いわく、こんな与太話が、真実のように語られているらしい。これは調査が必要なように、お賽銭を逃したはずなのに、そこには久々の実験ハウスにワクワクしている例の姿があった。何もなければ、駒行で豪勢な晩酌にありつく、かっこたかるのも悪くはない。これなんか、フルボスじゃないの？このゲーム。この湖で迷子か、さてはまた9ね。あー、俺マジで嫌いなんだよな、チルドのことこうやって書くやつ。いやー、ちょっと、なえたわ。ニコ中くせんだよ、マジで。いや、このネタ俺マジ嫌いなんだよな。隠れてたのに出てきたら意味ないんじゃない。あ、だから9代のようにチルドは うるさい、うるさい。こうなったら迷子だけじゃ許さないわ。最強のダイエット勝負だ。はいはい。いや、わかるでしょ。いや、今のでもね、やっぱ東方中ならね、今のわかってくれる人多いと思うんだよ。何こいつ。いった。は？え、今フリーズしてんけど。今の報告しちゃった方がいいかな、公式サイトに。一面でいきなりバグりますみたいな。これって任天堂スイッチで出すゲームちゃうやろこれ。ハハハ。お、あ、武装封印来た。武装封印来た。お、ひさささ、来た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 。おお、削ってる結構。おえ。第一セット？用意、ゲーム第二セット。
なんかこれはさ、ゲーム開始って言ってるけど、フォントのなんかグラデーションがなんか絶対ワードとかで作ってそう。これマジか、こんなゲームはスイッチであっていいんかよ。さっきよりどうやって必殺技打ったんや。同時押しとか R とかか。曲はでもちゃんとチルノの曲やな。全部同時押しとかすんのこれ。煽ってきたこいつ。殺すぞ。あ、近接でも戦えんねや、こうやって。いけ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 。あ？あ、これ死ぬんだ。さあ、お前。無駄なガキしやがって。はい。プレイヤー1。全くこれに超えたらちょっとおとなしくしなさい。どう気が済んだ。最強の戦いが負けるとは仕方ないな。今日のところは見逃してあげる。はいはい、ありがとう。今日は調子が悪かったのに、次は勝つと最強なのかけて。いや、これね、Nintendo 64じゃなくてね、Nintendo Switch なんですよ。何だっけ、こいつ名前。本メイリンやったっけ。本当にクビにされないためには、ここを通すわけにはいけません。なんで BGM が道中なの曲なんこれ。あ、アレンジなんか。うわ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 。今の食らってああいう風になるんや。コンボでいくか、コンボで。ほら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 。やべ、勝てねえ。ストーリーが見たいのになんか普通に敵強くて、ま、次先進めへんぞ俺。わわわ。どうしたらいいんだ。あ、来た。うわ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 、追兵。やばって。喋りよったこいつ。ちょ、もう一回行こう。
これでもダウンロードランキング7位でしょ。売れてんねんね、このゲーム。ちょっと、どうすればいいんやろ。こうやって横にかわしながらもう遠距離技打ってる。あ、でもなんかめっちゃ体力減ってるやん、俺。俺チャージ終わってるやろ。なんでこれ必殺どうやって打つんや。え、死んだ。これみんな必殺の打ち方はダッシュとかない。ダッシュはダッシュダッシュある。ああ、ダッシュあったあったあった。これだ。あ、疲れてる。やべ、いや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 、必殺来た。かわせ。お、お前かわした。おお。必殺どう打つんだ。これさっきでも打てたよな、俺。お、来た来た、無双封印。あ。なんか同時に押しにしたらいけたな。あ、やばい、来た。うわ。買ったことに気づいてないで、こいつ。うわぁ。ちょっと他のものを試してみるか。バーサスオンライン。これマッチングすんのかな、ちゃんと。サーバーと通信してます。あ、いるいる。あ、人いるわ、でも。あ、部屋でやる。ランダムマッチでいいよな。電脳遊戯。ん？あれ？対人？ローカル？あれ？ね。あ、ランダムマッチとはないのか。いや、俺さ、なんかこの一覧すごい何行も書いてるから、いっぱいモードあんのかなと思ったけど、これとこれが繰り返しだけやった。あ、しかもさっきやった部屋消えてるやん。嘘やろ。これ部屋建てるわ、じゃあ。もしもこのゲーム持ってる人いたらちょっと入ってきて。え、来た！おお、あ、格ゲーっぽい。これ誰これ？コーマ教のキャラしか使えないんだ。いや違う、こいつは。ちゃうか、あれか。俺、サクヤさん好きなんで、サクヤさんで行きますか。あ、これでもちょっとテンション上がるね。あ、え、セプテット何？ A、B って何これ？セプテットいい？曲はいいな。おお。
ちょっと待って、俺もうすぐ死ぬやんけ。やばい。あ、やばい。やべ、撃ってきた。やばいぞ。あー、やっぱちゃんとホーミングすんねや。勝てるわけない。全部避けてきてるこいつ、俺の攻撃すげえ。くそくそ、ドワードワードワー。うーわ、ブーストタイプみたいなのがある。レメリア使ってみる？あ、パチュリーいいな。パチュリー使ってみよう。ラクトガールも俺好きなんですけど、マリサや。お前戦って大丈夫かお前。体調悪いやったら無理せず帰れよお前。やべ、下地。あー、ついよこいつ。容赦ないな。うわ、今なんかラリアットみたいなのされてんけど。うわ、いやちょっと待って、こいつあれやな、このゲームのユーザー増やす気ないな。だって攻撃がえぐいもん。なんか砲撃の束の部分で刺してくるし、目に当たったらどうすんねんお前ボケ。あ、やば死にそう。うわ、舐めぶしてる、もしかして相手。くっそ、この野郎。お、溜まったぞ。さあひさざざ撃て。どれを同情し。ケツボン強っ。じゃあ終わりで、もういいやろ、もうラスト1やろう。じゃあちょ、調達する意思ないよ俺。レミリア使うか。なんか声ちっちゃくない？ハルトマンの妖怪ちょっと聞いてみようかな。確かなんか技の数だ、種類だけやったらパチュリが一番多いやったっけ、双方って。初級から上級まで全部合わせて、じゃあイージーかルナティックまで合わせて。
え、もうなんか死にそう。うわ、やばい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 、おお、かわした、すげえ、うわうわうわ、後ろから来た。めちゃくちゃやん。ということで、東方甲武闘でございましたけれども、いかがでしたでしょうか。障害物のないカスタムロボ。いやー、ちょっと難しかったですね、僕には。いや、ストーリーは普通に見たいねんけどな。でも、もう結局コンピューターが強いからな、勝てへんからな。障害物もあるけど解放されてない。あ、そうなんや。一応あるんだ。何これ。ルーミアってさ、別に常にこの両手広げてるわけじゃなくない？一応両手広げて浮遊してる設定。あ、そうなんや。そうなのかって言いながら、なんか、やりゃ、あくまでイメージかと思ってたけど、実際手広げてんねや、こいつ。面白いゲームなはずやんな。もうちょっとその俺みたいな にわかとかライトな層がもうちょっと興味持てるような感じになれば。はい。